Rallies. Hey guys, Ayano です。今回は先日行われたインターハイ愛知県予選の結果をお伝えします。男子ではインターハイチャンピオンの愛工大名電を擁する愛知県、女子学校対抗では全国選抜3位の愛美大瑞穂高校、ベスト8の桜ヶ丘高校が代表一枠を争いました。男子シングルスでは同士打ちを制した全日本ジュニアチャンピオン萩原選手が優勝、その他の通過選手は以上の8名になります。女子シングルスでは桜ヶ丘の1年生デン選手が優勝、同じく桜ヶ丘の1年生全日本ジュニアベスト8の山室選手は2位に入賞しました。その他の通過選手は以上の8名です。男子ダブルス決勝では酒井・小野田ペアが同士打ちを制して優勝、男子ダブルスも愛工大名電が全ての枠を独占しました。女子ダブルスではデン・栗山ペアが桜ヶ丘の同士を制して優勝、女子は桜ヶ丘と愛美大瑞穂が2枠ずつを獲得しました。男子学校対抗では愛工大名電が圧巻の強さを見せ優勝、女子学校対抗では桜ヶ丘対愛美大瑞穂が5番までもつれる大接戦に、最後は愛美大瑞穂今枝選手がセットオールデュースの激戦を制し、愛美大瑞穂高校が通過となりました。激闘直後の愛美大瑞穂今枝選手と神谷監督にコメントをいただきました。お疲れ様でした。最後の試合リードしてるところから相手に追いつかれて、5セット目もなかなか苦しい試合だったと思うんですけど、どんな気持ちで試合してましたか？なんか今日はもう負けたと思ってチェンジコートした時もなんかリードされてて不安だったんですけど、なんか最後は思い切ってできたかなと思います。いや、素晴らしい試合でした。ありがとうございます。何回もこう試合中に自分の胸をラケットでボンボンって叩く感じが見れたんですけど、それって何か意味とかありますか？なんか気持ちが、自分の気持ちが弱いなと思った時に、なんか自分の胸をラケットで叩いて気持ちを強く持とうと思ってやりました。素晴らしいです。今日は本当におめでとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。一生おめでとうございます。ありがとうございました。試合振り返っていかがですか？いや、もう何回も負けたなって思う瞬間もあり、逆に何回もあこれでいったかなって思う瞬間もあり、もう何回もドキドキして、もう座ってるのがやっとでした。決勝で対戦した桜ヶ丘の選手は本当に強い選手ばかりで、ハイレベルな決勝戦だったと思うんですけど、なんかこれまでどういうふうに生徒に言い聞かせて準備をしてきて、この試合に臨まれましたか？まずうちの選手たちは結構仕上がりも悪くなくて、いい雰囲気で練習もできてたの で試合前の最後の1週間は、特に、自分を信じて自分のペースで戦い抜いてくるとこういうところを特に、選手にも自分にも言い聞かせて、準備をしてきました。でも実際に試合してみて相手の選手たちが想像以上に強くて、これで崩れてくれるかなとか、これで、点数離していけるかなって思う場面でも本当に最後の最後まで踏ん張ってきたので、もう紙一重の差だったかなと思います。そこで勝ち切れた要因、どのように？最後は、運と応援かなと思います。卒業生が、応援に来てくれたり、保護者の皆さんが応援に来てくれたり、学校の担任の先生や授業を見てくれてる先生方が応援に来てくれたり、そうやってたくさんの人が応援に来てくれたので、そういった声援が最後後押しになって勝ち切れたのかなというふうに思ってます。やばい、これ。せーの、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。